マッキー M18 マッキー M18 は1920年代のイタリアの飛行艇である。最初は旅客用として計画されたが爆撃機として生産が開始された。第一次世界大戦中に生産されたマッキー M9 の特徴を継承した機体でワーレントラス構造の翼間支柱を用い、翼の間に推進式のエンジンを配置した。 操縦士席と観測士席は隣り合って設けられた開放式のコックピットで、重士席が別に設けられた。水上規模艦で運用するために、翼が折りたためる機種 M18AR が作られ、イタリア海軍の水上規模艦、ジュゼッペ・ミラーリアとスペイン海軍のデダロにも搭載された。デダロは、モロッコの反政府勢力に対する作戦に参加した。 スペイン海軍の購入した12機のうち6機は、スペイン内戦の開始時に、パルマデマヨルカのナショナリスト軍に対する攻撃や、偵察、警戒に用いられた。ポルトガルも1923年に8機を購入した。民間用に3機種が製造された。一種目の M18 エッケナマッコア軍用型と同じであったが、M18 ローソは、閉鎖式のキャビンが設けられた。M18 スティボは、 再び開放式のコックピットとなった。合計70機ほどの民間容器が製造され、スイスのアドアストラエアロなどの観光飛行会社や SISA での飛行士の飛行訓練やアドリア海の定期航空に用いられた。いる。性能武装。ありがとうございます。